当然特別の日忍びたちとともに民の幸せのため天下太平のためこの命にかけて家康様を守り抜く。さあ皆の衆、今がその時ぞ。我らに力を貸してはくれぬか。さあ先ほど教えた当院を胸の前で食うのじゃ。さあじゃ、わしが精を流したら大きな声でニッと力を振ってほしい。それでは参るぞ。せーの、ありがとさんじゃ皆の者。天のソースありもせ、行くぞ。おお、逃げそう、無事ご機嫌じゃ。下部の者たちよ、かたじけのうござった。礼を申す。この功績により我らはナルミーガ州として取り立てられ、わしはその棟梁でござった。天下太平の世を実現された家康様の願い、そして忍びたちの思いを聞き取り、現世蘇ったは服部半蔵忍者隊として、あいつ忍者を盛り上げようぞ。我ら服部半蔵忍者隊、ここに生産はぁ、さあこれが神君伊賀越えの様子でござった。そしてここで皆に一つ問いたいことがござる。はい、ございまするか。我らのことを初めて見たよ、ちむの正直に手を挙げてみ。はじめましての方、あら。あらば。あら。多いの。なかなかいらっしゃいませんの。そうじゃな。まあしかしながら、ええ機会じゃ。我らのことをより知ってもらうべく、改めて我が隊の紹介いたすのじゃ。承知いたしました。我ら、徳川家康と服部半蔵忍者隊は、主君である、徳川家康様を支えた、棟梁、服部半蔵正成様を中心に愛知の様々な武将観光をより一層盛り上げるべく現世によみがえりました忍び衆でござりもうせ。日々名古屋城にて、あら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 、拍手が拍手が、今夜は半蔵様を中心に日々名古屋城にておもてなし、それから一祝日にはこのような侍忍者ショーを行っておりまして、百人じゃない何をお主ここにおるのじゃ、百人に紛れておる、風呂敷がござったか言うてじゃないさあさあさあ、我ら忍びの主な任務情報収集ということで、現世によって様々な媒体 SNS なるものを用いて日々情報を収集し発信しておりまして、この一人芝居で大丈夫でございますけど大丈夫じゃ例えば最近名前が変わりました X、 それから Instagram、 TikTok、 Facebook、 YouTube などなど様々な媒体を用いて日々情報収集発信しておりますといえ、ぜひこの演舞の後には手持ちのからくり機にて服部半蔵忍者隊検索し援軍フォローほどよろしくお願いいたします。頑張ったな、よかったな、重圧がすごいございます冷や汗がこれも水曜だからお主とはわしらの間では弱いが 2,30 違うからそうじゃそうじゃ、さあさあということで、まあ、我らこのように毎週土日祝日は演舞をしておるからの、また見に来るとえ。さあこの後は名古屋もてなし武将隊の方々による演舞じゃが、その前に我らの剣舞にてお主らを鼓舞いたす。白虎とくとご覧あれ。正しき心、忍びたる者を忘れはせぬ。心に酔えば辛くとも共に生きる民のため、笑顔と勇気を届けようぞ。我ら服部半蔵忍者隊、ここに水産
縁決まる神聖に駆け抜ける伊達天の装置万事は心で決まる服部八丁取ってくださいませ。もう何とるかわからんけども確かに5秒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 止まれば構えを取ってくるに移し駅このからくり機にてバシャバシャ取ってほしいということでまずはこちら側から構えを数える。はっ構えを数えるではない構えを数える数を数える。あ、それ数を数える。はっそれでは装置数えるとしはっでは参りまして1つ2つ3つ4つ伊勢姉妹でございます。それで正面じゃ。はあ、では、参りまして。一つ、二つ、三つ、四つ、伊勢姉妹でございます。さあ、最後じゃ。では、一つ、四つ、参りまして。一つ、二つ、3つ4つ伊勢姉妹でございます。ありがとうござる。さあこの後は名古屋をもてなし武将隊の方々による演舞じゃ。しかとその目に焼き付けよ。それでは皆の衆また会おう。さらばじゃ。ありがとうございました。